でもね、小さいと言いましてもいかがでしょう。向こうの山をね、借景としてご覧いただくことによって、雄大かつ遠大、大変大きな、見応えのあるものに変わってくるということなんですね。特に前の方でお座りの方でした、空。それは